こそこそ。親しそうな口ぶりだけど、王子とその方とはどういった関係なのかしら？商売相手ということでしょうか。お仕事は確か魔法学校の先生でしたっけ？そうなのです。アリスカはジェネラスでは有名な魔法使いで、ジャハラには公衆で訪れているはずなのです。なんとか力を貸してくれたらありがたいのですけど。公衆先の学校にミーレさん名義で連絡を入れておきましたので、まもなくここに来ていただけると思います。いえいえ、ツアコンとしてお客様のサポートをするのは当然のことですから。久しぶり、ミーレさん。元気だった？で、ショーニーさん、あなた、どうしてここに？そうだったの。あなたも元気でやってるみたいね。そうね。まさかこんな風に会うなんて思ってなかったけど。アリスカちゃん、私のことは覚えているかしら？え、ナディラさん、あなたまでどうしてここに？いえ、確かにここはジャハラなので当然かもしれませんが。王子と一緒でツアーに参加していたのよ。乗り合わせた船とでも言うのかしら。少し前から彼とは一緒に旅をしているんだけど。そうなんですか。少し驚きました。あなたほどの方が旅に出られているなんて。彼に放っておけないところがあったとかでしょうか。まあそんなところね。ええ、事情はスイラさんに聞いてるわ。ミーレさんのお姉さんとラクダに乗っている時にはぐれたのよね。もちろん私にできることなら何でも力になるわ。元気出してミーレさん、きっと救出できるから。アリスカ、ありがとうなのです。私からもよろしくお願いします。アリスカさん、私動物については少し知っている程度だから、あまり口を挟んでいいのかわからないけど、砂漠を自由に闊歩できるラクダを砂漠で追うのはちょっと無謀だと思う。ラクダを捕まえる魔法とかはないんですか？ごめんなさい、そういった魔法は少なくとも私は使えないわ。結局ゴムガムス側を起動すると CPU と GPU が異様に上がって、居場所の手がかりになるはずだから。足跡が消える前にみんなで追いかけようってことですか？いいえ、追う必要はないわ。先回りすればいいだけのことだから。ラクダの生態としてかなり頻繁に喉は渇くはず。とすれば水場には多く立ち寄る必要がある。つまり結局はどこかのオアシスにいるということよ。なるほど、すごく詳しいですね、アリスカさん。わー、すごいね。なんか学者さんみたい。動物については専門というわけではなくて趣味の延長だけどね。ただ
興味のあることを調べるうちに覚えただけなの。すごいことは何もないわ。快適にプレイって書いてあるけど、ブラウザより CPU や GPU が上がってたら快適とは言えないですよね。一応遊べるけど、いろいろと怖いです。KMS さん、最近どうしたんだ？おとぎもそうだけど、こっちもアップも不安定に。私の本気は伊達じゃないよ。よし、勝負あった。これが勝負師の矜持だよ。ゼノ、スーパーロボット対戦が好きな一人が来場しました。大丈夫なのです。こう見えて僕は意外と体力あるのです。気が向いた日にはエクササイズもしてるし、スタミナに憂いはないのです。了解なのです。報告連絡相談をしっかり守るのですよ。力になれたのは何よりだけど、本番はここからよ、ショニーさん。私が周囲の地形を調べましたところ、まずはここが一番近い捜索箇所になりそうです。タフトゥル廃坑、かつてルークスコアが採掘されたっていう古い廃坑よね。真っ暗な穴、そこの方が見えなくてなんだか怖いね。こんなところにネーネが落ちてたら。そんなはずはないのです。怖がりのネーネのことです。大きな穴になんて近づけるはずがないのです。どうか無事でいてくださいネーネ。こっちに来てみんな。まだ新しいラクダの足跡を見つけたの。本当だ。しっかり踏み込んでる深めの足跡だから、人を乗せているラクダの可能性は高いわね。大ヒントだ。怖がりで寂しん坊なネーネを僕が助けてあげるのです。こっちの方向にラクダの足跡は続いているわ。本当にこの先にいてくれるといいですね。結構時間も経っちゃってますし。みんな、向こうに魔物の群れがいるわ。
ラクダが走り出しちゃいました。ラクダさん、お願いだから止まって。ミー、危ないからこっちに来ちゃダメ。ラルーニャさん、ちゃんとラクダにまたがってください。危ないですよ。ミーレさんに危険が及ばないようにかばおうとしてる。でもあれじゃ自分の体が傷ついてしまうわ。せっかくミーに会えたのに。大丈夫なのです、ネーネ。何も心配することなんてないのです。またすぐに追いつきますから、安心して待っててほしいのです。ミー、ありがとう。ミー、ゼロ東方プロジェクトが好きな一人が来場しました。これが勝負師の矜持だよ。ラルーニャさんの姿は見えなくなってしまってますね。お客様を守れないなんて、私はガイドとして何をしているんでしょう。落ち込まないで、アシーラさん。動物を相手にしているんだもの。一度でうまくいかなくても仕方ないわ。そうだよ、みんな頑張ってるから、次はきっと大丈夫。ありがとうございます。マカロンさん、アリスカさん。そうですよね、ツアコンたるもの、くよくよしてちゃいけませんよね。その息よ、アシーラちゃん。落ち込まずに行きましょう。今現れた魔物も多分オアシスに集まる生き物を狙ってやってきたはずよ。喉が渇くということに関して言えば、ラクダも魔物も変わらないから。ええ、遭遇したのは偶然だけど、十分に起こり得る範疇のことと言えるわね。ねえねえ、また僕のことをかばおうとしてたのです。いつもメソメソしてる怖がりのくせに、あんなに無理して。僕のことなんか放っておけばいいのに。放っておけないのが家族というものなのですよ、ミーレさん。してないのです。俺はそういうんじゃないのです。勘違いしないでよね。なのです、僕も妹ですから、助けてあげなくもないんですけど、ねえねの手震えてたのです。ほんと無理しちゃって。ミーレちゃんを深く心配しているからこその行動ね。危機が迫った時、普通はなかなか体が動かないものよ。自分を犠牲にしてまで助けてほしいなんて、僕は頼んでないです。むしろそうしたいのはこっちの方です。僕はネーネの保護者のようなものなんですから。今度こそ絶対にネーネを連れて帰るのです。くよくよしていても仕方ないですもんね。次のチャンスに頑張りましょう。マカロンも頑張る。さっきのラクダは魔物に驚いて逃げただけだから、またオアシスに立ち寄る可能性は高いと思う。これジャハラの地図です。最寄りのオアシスは、ま、だ舌打ちみたいな音治ってないのか。ここですね。
結構な距離があります。逃げたラクダはかなりの速さだったわよ。私たちが今から向かっても先回りできるのかしら。そうだ王子、元気の出るおまじないはマカロンたちを乗せてくれてるラクダさんにかけてあげたらいいんだよ。ダメで、もともと試してみたらどうかしら。ダメだった？これは何をしているのでしょうか。魔法か何か。王子のおまじないだよ。すっごくよく効くんだって。ラクダに追いつけるくらいに元気の出るおまじない。あの、お願いがあります。僕にもそのおまじないしてほしいのです。僕は僕の手でネーネを助けたいのです。私の本気は伊達じゃないよ。よし、勝負あった。これが勝負師の矜持だよ。来場しました。わかります。今ならどんなことだってできちゃいそうです。王子、おまじないでラクダは強化されなかったのよね。それだったらミーレちゃんはラクダを降りていっそ自分で走った方が早いと思うわ。ビューンっていけちゃいそう。バイオハザードが好きな一人が来場しました。できるのです。というかやるのです。ネーネを助けるために。走ってラクダを捕まえるなんて聞いたことありません。けどそれほどすごい奇跡なんですね。ラクダが本気で走ってるのと競争したらどうなるかわからないけどね。向こうが落ち着いて止まっていれば開いた差を短い時間で埋めることはできるというわけですね。それじゃあ僕は先に行ってくるのです。気をつけてくださいねミイラさん。そうだ、これを。上？ラクダが驚かないように少し離れたところで吹いてくださいね。この音を頼りに私たちも追いかけます。うん、ありがとう。なのです、もう少しだけ待っててくださいネーネ。不思議な力ね。ねえ、そのおまじない私にも使えるのかしら。ミーレさん一人で走るよりもみんなで探しましょうよ。これがおまじないの力。すごい、アリスカにもできた。すごい王子。ありがとう商人さん。私もミーレさんを追ってみるわ。おまじないが終わったらそれぞれ手分けして探しに行くことにしましょう。ねえねえ、ね
このところ謝ってくださーい。じゃないとお家に帰っていたずら100連発しちゃうんですから。ミー、ミーなの？ねえねえ、あ、まだ止まってない。さっきまた魔物の群れに見つかってしまったの。それよりどうして自分で走ってるの？ラクダさんは？しかもこの速さに追いついてるなんて。詳しい話は後で。今から僕が助けますから、じっとしててください。とりあえず上でみんなに教えなきゃ。来ちゃダメ、見てわかるでしょ。まだラクダさんは興奮しちゃってるの。さっきみたいにミーが危ない目に遭っちゃうかも。遠くに離れてて。まったく、ネーネはこんなになってもまだ僕の心配ですか。自分の身が危ないとかそんなことくらいで僕は逃げたりしないのですよ。よし、追いついたよ。ビューン。どうやらオアシスの周りに魔物がまだいるみたいね。そっちを倒してからラルーニャちゃんを救助しないと危険だわ。マカロン、ナディラも来てくれたのですね。さっきの生き残りかもしれないわね。魔物の相手は私たちに任せて。頑張れミーニャ。みんなありがとうなのです。僕頑張るのです。さあネーネ、僕の方に手を伸ばしてください。ミー、ごめんなさい。ミー、タイミング少し遅れちゃった。もう一度行きますよ。向かって飛び降りて。飛び降りるってアリスカさん、動いているラクダからですか？ゼロ、ゲームが好きな人が来場しました。私が魔法で受け止めるからきっと怖くないわ。魔法でそれでも勇気を出すのです。ねえねえ、魔法と一緒に僕が受け止めてあげるから、取り組んできてください。ミーが受け止めてくれる。わかりました。ミーを、皆さんを信じます。こんなの怖くなんかない。えい。私の本気は伊達じゃないよ。よし、勝負あった。これが勝負師の矜持だよ。私の本気は伊達じゃないよ。よし、勝負あった。これが勝負師の矜持だよ。危ない、ルルーニャさん、地面にぶつかっちゃいます。終了まであと5分なのです。30分延長しました。今だ。助かった。
ックにはすごいおまじないが効いているのです。そうなの？どうして？でもとにかくよかった。ミー、ありがとう。助けてくれて本当にありがとうね。ねえ、そんなにギュッと抱きしめられたら苦しいのですよ。大きなおっぱい押し付けられて僕は窒息寸前なのです。ごめんなさい。さすがに冗談ですよ。ネーネのおっぱいには慣れっこです。まったく、ネーネは本当に寂しん坊なんですから。お二人とも無事でしたか？よかったです。ありがとうございます。ネーネを助けられたのはアスイーラのおかげもあるのですよ。いえ、私のしたことなんて全然大したものじゃないですよ。アリスカちゃんも最後魔法で受け止めてくれたし、本当にいろいろと助かったわ。アリスカ、すごいのです。やめてよ、みんなで褒めるのは。困ってる人を助けるのは当たり前のことでしょ。途中何かの不具合なのか変な音が出て嫌ですね。うるさいわね、もう。道というか、その脇にある小さな道しるべですね。それはちょうど王とナフラとクオンツィへの分かれ道となる場所なのです。なんだか古い文字が書いてあるのです。自分たちの道はここで分かれるが、志は離れていても変わらない、そういった趣旨の内容らしいです。かつて共に戦い一心同体とまで言われた二人が、ゆえあって別の道を行くことになった時、ここでこの言葉を道しるべに刻んで別れたという逸話が残っています。当時の道しるべは朽ちてしまって、これは資料をもとに作り直したレプリカなんです。だから実際にどうだったかは分かってないんですけどね。でも志が変わらないっていうのは幸せなことじゃないかしら。仲間にしても家族にしても、きっとラルーニャちゃんたちもいつか別の道に進むことになっても姉妹の絆は変わらないんでしょうね。そうなのかな。ミーと離れるなんて考えたこともなかったかも。ニャーたちにもいつかはそういう時が来るのかも。いやいや、レーネは寂しん坊だから、どうせ別の道になんか行けないのです。だから考えるだけ無駄ですよ。ちょっと離席しますね。レーネ、僕たちはずっと一緒なのです。
戻りました、ショボーン。何よその言い方、ニャーは寂しん坊なんかじゃないんだから大人女子だもん。よく言うのです、さっき寂しそうな顔してたくせに。そんな顔してません。ミーの見間違いなんだから。涙まだにじんでますよ。え、嘘、どこどこ。こんな嘘に引っかかってるようじゃまだまだですね。ひどい。まあその方が二人らしくはあるけれど。なんか楽しそう、マカロンも二人と一緒に遊ぶ。本気は伊達じゃないよ。これにてツアー終了としましょう。乱暴はよしてください。倒れてちょうだい。勝負は終わっちゃいない。そこ道を開けてくださるの。勝負は終わっちゃいない。さあ、勝負の時間だ。かかってきな。倒れてちょうだい。およしなさいと申しましたのに。とどめなのです。えいっ。あたしの本気は伊達じゃないよ。これにてツアー終了としましょう。お客様を守るのもツアコンの役目です。私の本気は伊達じゃないよ。私があなたを倒してみせます。こんなこともできちゃうんですよ。断末魔より喝采が欲しいわね。ごめん、待ちません。もうお客様のために。勝負は終わっちゃいない。勝つか負けるか、最高の気分だね。
私があなたを倒してみせる。倒れてちょうだい。勝つか負けるか、最高の気分だね。よし、勝負あった。これが勝負師の矜持だよ。私の本気は伊達じゃないよ。こんなこともできちゃうんですよ。断末魔より喝采が欲しいわね。もう強いですね。ゼロ、猫が好きな人にが来場しました。さあ勝負の時間だ。かかってきな。なかなか手強いですね。私これにて気にするは終了としましょう。倒れてちょうだい。これで負け引き、これで最後まで演じ切ってみせる。とっておきのいたずらなのです。私の本気は伊達じゃないよ。よし、勝負あった。これが勝負師の矜持だよ。私の本気は伊達じゃないよ。私があなたを倒してみせます。そんなこともできちゃうんですよ。ごめんなさい。もう倒れてちょうだい。まだ負けません。もうお客様のために。勝負の時間だ。かかってきな。なかなか手強いですね。私を本気にさせるなんて。断末魔より喝采が欲しいわね。とっておきのいたずらなのです。私の本気は伊達じゃないよ。私があなたを倒してみせます。断末魔より喝采が欲しいわね。とっておきのいたずらなのです。さあ勝負の時間だ。かかって。私があなたを倒してみせます。倒れてちょうだい。かかってこいやー。
私の本気は伊達じゃないよ。こんなこともできちゃうんですよ。勝負は終わっちゃいない。強いよ。倒れてちょうだい。終わっちゃいない。とっておきのいたずらなのです。さあ勝負の時間だ。かかってきな。なかなか手強いですね。私をこれにて気にさせる。ツアー終了としましょう。勝負は終わっちゃい、勝負は終わっちゃいない。私の本気は伊達じゃないよ。なかなか手強いですね。私をこれにて気にさせる。ツアー終了としましょう。負けません。お釣り様のためにペーションを任せてあげるのです。さあ勝負の時間だ。かかってきな。なかなか手強いですね。私を本気にさせる。勝負は終わっちゃいない。とっておきのいたずらなのです。勝つか負けるか最高の気分だね。よし勝負あった。これが勝負師の矜持だよ。私の本気は伊達じゃないよ。勝負は終わっちゃいない。なかなか手強いですね。私をこんなこともできちゃうんですよ。勝負は終わっちゃいない。倒れてちょうだい。勝負は終わっちゃいない。さあ、勝負の時間だ。かかってきな。こんな負け方はなかなか手強いですね。勝負師の名を私をこんなこともできちゃうんですよ。勝負は終わっちゃいない。倒れてちょうだい。私の本気は伊達じゃないよ。負けた負けたなかなか手強いですね。勝負師の名を覚え、私をこんなこともできちゃうんですよ。倒れてちょうだい。気にさせるなんて。倒れてちょうだい。
私を本気にさせるなんて。断末魔より喝采が欲しいわね。とっておきのいたずらなのです。なかなか手強いですね。私を本気にさせる。倒れてちょうだい。飽きてきたのです。とっておきのいたずらなのです。遊びたいのです。なかなか手強いですね。私を本気にさせるなんて。倒れてちょうだい。断末魔より喝采が欲しいわね。大断言ってとこかしら。かかってこいやなのです。私の本気は伊達じゃないよ。私があなたを倒してみせます。そんなこともできちゃうんですよ。断末魔より喝采が欲しいわね。まだ負けません。お客様のために勝てない。勝つか負けるか最高の気分だね。なかなか手強いですね。私を本気にさせるなんて。倒れてちょうだい。もう強いですね。これで幕引き。とっておきのいたずらなのです。勝つか負けるか最高の気分だね。なかなか手強いですね。私を倒れてちょうだい。これで最後まで演じ切ってみせる。とどめなのです。私の本気は伊達じゃないよ。こんなこともできちゃうんですよ。最後まで演じ切ってみせる。もう強いですね。勝負は終わっちゃいない。とっておきのいたずらなのです。さあ勝負の時間だ。かかってきな。なかなか手強いですね。私こんなこともできちゃうんですよ。勝負は終わっちゃいない。負けは決まってないよ。巻き返しが強いですね。これにて本気にツアー終了としましょう。お目目がぐるぐるしてきたのです。もう強いですね。
かなか手強いですね。これにてツアー終了としましょう。強いですね。なかなか手強いですね。こんなこともできちゃうんですよ。まだ待ちません。お客様のために。もう強いですね。私の知識欲満たしてね。あなたに合うスパイスは何かな。相入れないようですね。残念です。育成層を経てここに神髄を示た。私の本気は伊達じゃないよ。私があなたを倒してみせます。わあ、なんてひどいことを。暴れん坊の食材なんだから。誰か私をお助けください。誰かどこで間違ってしまったのでしょうか。こんなはずじゃなかったのにな。他の誰かになんて任せておけないもんね。私が出なくちゃ閉まらないでしょ。見てて、いいとこ見せるから。終了まであと5分なのです。30分延長しました。かかってこいや。なのです。とっておきのいたずらなのです。ここでビシッと決めちゃう。私の本気は伊達じゃないよ。私があなたを倒してみせます。これ見て、ツアー終了としましょう。何すんの。もう強いですね。勝負は終わっちゃいない。さだめなのです。えい。最後まで全力で押し切る。最高の気分だね。なかなか手強いですね。私を本気にさせるなんて。勝負は終わっちゃいない。とっておきのいたずらなのです。最後まで全力で押し切る。ざっとこんなところね。
余裕の勝利ってやつ。ここでビシッと決めちゃう。まだ負けません。私の本気は伊達じゃないよ。私があなたを倒してみせます。ぐるぐるしてきた。何すんの。もう強いですね。何すんの。もう強いですね。手加減できるほど器用じゃないの。強いです、ね、勝負の時間だ。かかってきな。私の本気は伊達じゃないよ。私があなたを倒してみせます。勝負は終わっちゃいない。何するの。ひどい。とっておきのいたずらなのです。ルル、力を貸して。勝負の時間かかってきます。何するの。ひどい。なかなか手強いですね。私を本気にさせるなんて。負けは気に入ってない。何するの。ひどい。巻き返しだ。やったやった。あなたにもできた。もう強いですね。何するの。ひどい。なかなか手強いですね。私を本気にさせるなんて。私を本気にさせる。何するの。ひどい。強いです。やったやった。肌にもできた。これじゃ自然を。もう強いです。なかなか手強いです。私を本気にさせる。ひどい。ルル、力を貸して。なかなか手強いです。私を本気にさせる。ひどい。私があなたを倒してみせます。もう強いですね。何かシュガコンみたいに、こっちもイベのベリハ難易度上がってきてる。
私を選んでくださったんですか。ありがとうございます。誰かのためになれるならこれ以上嬉しいことはないです。ドロップアップキャラをないがしろにするのはあれだな。かかってこいや、なのです。相入れないようですね。残念です。これで最後にしましょう。うん、ルル、力を貸して。誰か、私を助けてしまったのでしょうか。強いです。なかなか手ごわいです。私を本気にさせるなんて。やったやった、ルルにもできた。もう強いです。なかなか手ごわいです。私を本気にさせるなんて。もう強いです。正しくしなきゃダメ。もう無理かもしれません。ひどい。やったやった、ウナにもできた。成長しても、みんなを守れないよ。ウナ、力を貸して。ウナはまだまだ戦えるもん。相入れないようですね。残念です。とっておきのいたずらなのです。おとなしくしなきゃダメ。何するの。待ってません。お客様のために。なかなか手強いですね。私を本気にさせるなんてひどいこと。これで最後にしましょう。とっておきのいたずらなのです。うん、ルル、力を貸して。目がぐるぐるしてきた。誰か、なんてひどいこと。私をお助けください。弱いです。私を本気にさせるな。誰か、私をお助けください。これで最後にしましょう。ここで間違ってしまったのでしょうか。なかなか手強いです。私を本気にさせるなんて。もう強いです。やったやった、ウナにもできた。なかなか手強いです。私を本気にさせるなんて。もう強いです。なかなか手強いです。私を本気にさせるなんて。もう強いです。なかなか手強いです。私を本気にさせるなんて。ひどい。正しくしなきゃダメ。なかなか手強いです。私を本気にさせるなんて。ひどい。うん、ルル、力を貸して。
他の誰かになんて任せておけないもんね。私が出なくちゃ閉まらないでしょ。見てて、いいとこ見せるから。あんたなら背中を預けるのも悪くないわね。私は私でしっかり働かせてもらうわ。邪魔するつもりなら容赦しない、うん、みんなとお別れ。ここでビシッと決めちゃう。ないな。ぐるぐるしてきた。こんなとこでへこたれてられない。私があなたを通してみせます。そんなこともできちゃうんですよ。何すんの。負けません。最後まで全力で押し切る。何すんの。なかなか手ごわいですね。私を本気にさせるなんて。何すんの。もう強いですね。何すんの。もう強いですね。あなたとの約束、ここでビシッと決めちゃう。ごめん、あなたとの約束守れなくて。私が守らなきゃ。あいつが。船で運河を進んでいると悩みなんて忘れちゃうの。あなたのことも乗せてあげるわよ。チップは体で払うっていうの。どう？ノーマルとかはクリアできたからよかったけど、ベリハでビーヤーが有利属性でも一発で倒されるんじゃない？もしかして寝ちゃったの？私ってそんなにつまらない女かしら。嘘よ。あなたのこと焦らせてみたかっただけ。あとはどうやってキャラ育成するかよくわからないのもあるけど。とりあえず終わろう。来場者数25名様、来てくださってありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。